俺はパニー、30歳。数年前にパニコレ亭という弁当屋を開き、そこの店長として働いている。最初はいろいろ大変だったが、次第に常連さんが増えていき、ありがたいことに現在は売り上げがかなりいい。もともとパニコレ亭の営業時間は朝7時から夜の8時までだった。が、常連さんたちの中で深夜の遅い時間帯まで営業してほしいと言ってくれる人が多かったため、深夜1時まで営業することにしたんだよ。バイトやパートの数を増やしてね。遅い時間に働きたいという人が少ないから、だいたい夜は俺が一人で店にいることが多いんだけど。ただ、あの日は珍しく、昼の人手が足りなかったので、ランチの時間に俺も店に出ていた。と、そこへ。こんにちは。あれ？パニー珍しいね。昼間にお店にいるなんて。こちら、俺の妹のパニコだ。ここの近所で働いている。人手が足りなくてさ、今日は何の弁当買ってく？今日は職場の皆さんにも買っていくから、私用にオムライス弁当1個と、鮭弁3つと、海苔弁3つくれるかしら？了解。いつもありがとうございます。っていうか、そうなるとパニーは今日、深夜にはお店出ないの？いや、深夜も人がいないから、一旦うちで仮眠して、また来るよ。ああ、だよね。だって、リカさんに会いたいもんね。こら、パニコ！リカさんというのは、数ヶ月前から閉店時間間際にパニコレ亭に来てくれるようになった常連のお客さんのことだ。すごく美人さんで、リカさんの話を何の気なしにパニコにしたとき、パニー、そのリカさんって人のこと好きなんでしょ？と言われてしまった。さすがはパニコだ。リカさんも俺のことを少しは、気にしてくれていれば、そりゃもうフライパンを振った時のチャーハンのように飛び跳ねて喜んでしまうのだが、リカさんは笑った顔が可愛らしくて、性格もとても良く、明るく人懐っこい人だった。その日も閉店間際にスーツ姿でパニコレ亭に来てくれて、俺に女神のような笑顔でこんなことを言ってくれた。ここのお弁当を食べると、今日も一日頑張ったって思えるの。いつも美味しいお弁当を作ってくださって、ありがとうございます、パニーさん。こちらこそ、ありがとうございます。お客さんにそんな風に言ってもらえるなんて、弁当や料理に尽きる。嬉しい。あと、そこで。こんばんは、パニーさん。って、あら、リカちゃんも。こんばんは。今日はリカちゃん、何弁当にしたの？こちらは佐藤さん。佐藤さんもうちの常連さんで、リカさんとアパートの隣人同士だと聞いている。今日は生姜焼き弁当にしようかなって思って、卵焼きは入ってるし。なるほど、リカちゃんはいつも卵焼きが入ってるお弁当を買ってるもんね。はい、私ここの卵焼きが大好物なんです。ところがある時から突然、リカさんがパニコレ亭にぱったり来なくなってしまった。毎日来ていたのに、一体どうしたのか。もしかして、卵が値上がりしてやむを得ず、卵焼きのサイズを一回り小さくしたから、それが気に入らなかったとか。最初は、うちの弁当が嫌いになって、リカさんが来てくれなくなったのではないか、と思っていた俺。だけど、連日いろいろ推測しているうちに、こんな風にも考えてしまうようになってきた。リカさん、今日も来ないな。もしかして、事故に遭ったとか、病気とか。と、パニコレ亭のカウンターに一人で立って、そんな嫌な想像をしていたとき。さ、パニーさん、ちょっと、聞いてます？佐藤さん、すみません、いらっしゃいませ。どうしたの？ぼーっとしちゃって。いや、ちょっと考え事してて。そういえば、佐藤さんはリカさんのアパートの隣人だった。佐藤さんならリカさんが今どうしているのか知っているかも。リカさんなんですけど、何か知りませんか？もう3週間くらい来ていなくて。あの子、実はね。と、一瞬で心配そうな表情になった佐藤さん。こんなこと勝手に私が人に話していいものか。でもあの子気遣い屋さんで頼れる人が他にいないみたいだし、パニーさんのことを信頼してるみたいだしね。そうボソボソと独り言を言った後、佐藤さんは俺にこう話してきた。あのね、あの子リカちゃん、亡くなったお父さんが残した借金を返済するためにだいぶ無理して働いていたみたいなのよ。え？いつも朝4時半に家を出て働きに出ていたらしいの。朝4時半っていつも深夜1時頃にうちに弁当を買いに来るのに。私もその時間はもうぐっすり寝てるからさ、今まで気づいてあげられなかったんだけど、この時間にお弁当を買いに来てるってことは寝る時間なんてほとんどなく働きっぱなしだったんでしょうね。そんなの体を壊しちゃうでしょ。そうなのよ。それがね、この間の朝階段のところで倒れているリカちゃんを見つけたのよ。だから救急車を呼んで私も付き添ったんだけど、救急車の中で私にお母さんが亡くなってからもう私つらい、この世からいなくなりたい、逃げ出したい、お母さんなんで私を置いていったの、ひどいってワンワン泣き出して。ところがね、時間が経つと本人はその時の記憶一切ないみたいなのよ。リカちゃんから以前お母さんが亡くなった後に田舎から東京のこの町に引っ越してきたとは聞いていたんだけど、一人で何もかも抱えてさぞ辛かったんでしょうね、リカちゃん。かわいそうに。そんなことがあっただなんて。どうやらリカさんは今も病院で入院しているらしい。俺は佐藤さんにリカさんの入院先を聞き、翌日の昼過ぎお見舞いに行くことにした。佐藤さんもぜひそうしてあげてほしいと言っていたし、何より俺自身リカさんのことがすごく心配だったんだ。俺はリカさんにどうか元気でいてほしい、助けになりたい、どんな疲れた日でもリカさんの笑顔で俺はいつも元気になれていたからな。病室に入りリカさんのベッドのパーテーションのカーテンの前に立った俺は、リカさんパニコレ邸のパニーです、入りますねと言ってカーテンを開けた。するとベッドで上半身だけ起こした状態のリカさんがこちらを見た。リカさんの目の前には病院食が置いてあったんだが、全く手がつけられていなかった。そしてリカさんは以前よりもげっそりと痩せ細っていたんだ。パニーさん、お久しぶりです。お久しぶりです。佐藤さんから入院されてるって伺ってお見舞いに来たんです。ご飯食べないんですか？はい、なんか食欲がなくて。相当憔悴しきってるな、リカさん。俺はそこで持ってきていたパニコレ亭の弁当をリカさんに差し出した。お医者さんから食べ物の制限とかされていないのであればこれ食べてください、リカさんが好きな卵焼きも入っていますし。リカさんは俺の持っている弁当を見るなり大きく目を見開いたかと思ったら、ものすごく悲しそうな顔をしたんだ。ごめんなさい、いりません。え？お願いします、申し訳ないですがもう帰ってください。食欲がない時に無理に弁当を渡して気分を害させてしまったかな。こちらこそすみません、今日は帰ります、また来ますね、お大事にと言ってその日は病院を後にしたのだが、あんなにげっそりしたリカさんの姿を見て俺は彼女を放っておけなかった。心配で心配で仕事にも集中できないし、翌日店が暇な時間帯に休憩を取り、またうちの弁当を持ってリカさんがいる病院へ向かった。もちろん弁当の中にはリカさんの大好きな卵焼きも入っている。昨日はなんとなくお弁当を持って帰ってしまったけど、今日は食べたい時に食べてくださいって言って渡していこう。うちの卵焼きなら好物だって言ってくれていたし、リカさん少しは食欲が出るかもしれないしな。そう思いながら病室に入った俺は、こんにちはパニーですと言いながらリカさんのベッドのカーテンを開けた。昨日同様リカさんの目の前に食事の乗ったトレイが置いてあったのだが、やはり一切手をつけていないようだった。あ、パニーさん。昨日は食欲がないのにおせっかいな真似してお弁当を渡してごめんなさい。だけどリカさんに元気になってもらいたくて、これ好きな時に食べてください。今日はこのお弁当置いていくので。俺はそう言って持っていたお弁当をリカさんに渡したが、リカさんはそれを受け取らず悲しそうな顔してうつむいてしまった。ごめんなさい、多分無駄になってしまうからお弁当持ち帰ってください。本当にごめんなさい。その瞬間、ガリガリに痩せた白くて細い腕が目に入った。俺は深いため息をついた後、リカさんにこんな話をした。実は俺の父、借金を残して亡くなったんですよ。え？そう、実は俺もリカさんと同じで父親が借金を残して亡くなっていたんだ。うちは昔父さんのせいで貧乏だったんです。小さい頃、父が亡くなった後、母を恨みましたよ。なんでこんな家に俺を産みやがったんだって。母は何も悪くないのに、父が亡くなってイライラの矛先を向ける対象がいないから母に働き散らしていたんです。俺最低ですよね。妹にも迷惑をかけたな。辛いのもわかるけど、お母さんはもっと辛いんだよってよく妹に怒られていたっけ。だけどうちの母親、俺がいくら母さんの子に生まれたくなかったって言ってもニコニコしながら、私はパニーの母親で本当に良かったよって言うんです。そうなんですか。そんな母がある日過労で倒れましてね。それでようやく俺目が覚めたんです。自分が母にひどいことを言っていたのは完全に母に甘えていたからだって、その時になってようやく気づいたんです。当時の母は全然ご飯を食べられなくなっちゃって、ガリガリに痩せ細っていく母を見て、俺は少しでも母にご飯を食べてほしくて、うまい料理を作れるようにいろいろ研究したんだ。今になって思えば、昔母にひどいことを言っていた罪滅ぼしの意味もあったんだろうな。そのうち母もちゃんとしたご飯を食べられるようになって、母が美味しそうに俺の作ったご飯を食べてくれるのが嬉しくて、俺が弁当屋を始めたのは母がいたからなんです。自分の作った料理を誰かが食べてくれる、それがいかに幸せなことか母が教えてくれました。だからってわけではないですが、リカさんにも俺の作った料理を食べてほしいです。お弁当は置いていきます。好きなタイミングでいいです。よかったら食べてください。では。俺はそう言って病院を後にしようとリカさんに背を向けた。その時だった。背後でガサゴソと音がした。振り返ると、リカさんが俺の持ってきた弁当の封を開けていたんだ。そして弁当の中の卵焼きを一口パクッと食べた。すると突然リカさんがボロボロと涙を流し始めた。リカさん？私もそうです。うちの母も私の母親でよかったっていつも言ってた。貧乏で苦労させてごめんねとも。私の母も過労で父の借金を返済するために毎日働き詰めで、それで亡くなりました。なのに私、最近もうきつくて、亡くなったお母さんが毎日夢に出てくるんですが、なんで私を一人ぼっちにしたの、お母さんの子なんかに生まれなきゃよかったって、私母に言い続けていて、それでも夢の中の母は、お母さんはあなたの母親で幸せだったわよって笑うの。私、そんなお母さんの笑顔がまた許せなくて、ヘラヘラしないでよ、私の気も知らないでって、あんなに大事に私を育ててくれたお母さんをこんなに憎んで、私本当に最低で。無理ないですよ。一人で全部抱えて心が疲れてしまっていたんだから。だけどリカさんのお母さんはそんな風に言ったリカさんのことを絶対に責めたりしないと思います。それにリカさんのお母さんが望んでいるのは、リカさんが元気に毎日生きていくことだ。ちゃんと食べること、それがリカさんのお母さんのためになるんじゃないかな。パニーさん、実はパニコレ亭の卵焼き、お母さんの味にそっくりなんです。ふわふわでお醤油とだしの懐かしい味。ごめんねお母さん、私を産んでくれて、本当にありがとう。そう言ってリカさんはさらに涙を流し、お弁当と病院食を食べ始めた。その翌日も俺はリカさんの病室に行った。ある人物を連れて。パ兄さん、そちらどなたで？紹介します。こちらパニコです。はじめましてリカさん。はじめまして。パ兄さんの彼女さんですか？え？違いますよ。パニコは俺の妹で。あ、そうなんですか。なんだ、びっくりした。あはー、なるほどね。あ、何笑ってるんだ、パニコ。なんでもないわよ。それで、リカさん、実は私、こういうものですって。そう言いながらパニコは、リカさんに名刺を渡した。弁護士さん？はい、私、パニコレ邸の近所の弁護士事務所で働いていまして。そう、実はパニコは弁護士なんだ。パニーからリカさんが借金の返済に関してかなりお困りだと聞きました。私、お力になれるかもしれません。それからパニコはリカさんが父親から引き継いだ借金の返済について何やらいろいろ詳しく聞いていた。調査の結果、リカさんの父親が金を借りていた金融会社がかなり悪質な会社だということが発覚。なんと残っていた借金を全額返済しなくてよくなった上に、いくらか過去返済したお金がリカさんの元に返ってきたんだよ。本当によかった。それから1ヶ月経った今、リカさんは掛け持ちしていた仕事を辞め、朝から夕方のみ働くようになった。パニコレ邸にもよく顔を出してくれているよ。仕事を終えた後に立ち寄って卵焼き入りのお弁当を買っていく。入院していた頃はあんなにガリガリだったけど、今は健康そのものだし、この卵焼きとリカさんのお母さんが俺とリカさんを引き合わせてくれたんだよな。この間リカさんからパニコさんとパニーさんと私の3人でご飯を食べに行きませんかと誘われてレストランに行ったのだが、その節はお二人とも本当にありがとうございました。今日はお二人にご馳走させてください。そんな、俺は何もやってないですし。いいえ、パニコさんに話してくださって解決に導いてくれたのはパニーさんです。心から感謝しています。だからどうしてもお礼がしたくて。お礼ね。ならパニーはお礼にリカさんにデートしてもらったら？え？パニコ、デートって。パニー、顔が真っ赤よ。あら、リカさんも真っ赤っか。最初にお会いした時に思ったけど、やっぱりリカさんもパニーのこと。私、リカさんがお姉さんになってくれたらすっごく嬉しいな。こら、パニコ。いしし。そしてこの数日後、俺とリカさんは本当にデートすることになり、なんとその日に恋人同士になったんだ。実家に帰った時、母にもリカさんを紹介したのだが、二人は今まるで本当の親子のように仲良しだよ。大事な恋人と家族がいてくれる。パニコレ邸も相変わらず繁盛しているし、今俺はものすごく幸せだ。ご視聴ありがとうございます。次はどんな変わったパニキさんが出てくるんでしょうか。お楽しみください。